最近太って足が太くなってきたな。よーし、ダイエットしようって思って、マラソンや縄跳びの有酸素運動をしてる方いませんか？実はそれ、ダメなんです。むしろですね、一般的な有酸素運動っていうのは足がむしろ太くなる原因なんです。確かに痩せはするんですけれど、一般的な有酸素運動では、むしろ足の筋肉が肥大してしまって、前ももやふくらはぎ太くなってしまいます。皆さんの中でも、いっぱい走ったけど全然足が細くならなかったよって方たくさんいらっしゃると思います。そんな方には、前もものストレッチ、外もものストレッチ、お尻のトレーニングで、足痩せをおすすめします。今回のストレッチしっかりやれば足必ず細くなるので、一緒に頑張っていきましょう。運動が苦手な方でもできるように、ベッドの上でできるような種目になっています。もしご自宅にメジャーがある方はストレッチする前に継続することをおすすめします。それでは一緒に頑張っていきましょう。はい、まずはですね、座った状態で行っていきます。前ももですね、手をグーにしてください。手をグーにしてトン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 と、ちょっとね痛気持ちいいぐらいで広範囲に叩いていきましょう。20秒です。トン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 と、あんまりね強くやりすぎは危険なのでね、あざができるぐらいの強さでやらないでください。トントントンと筋肉の緊張の、を取っていきます。しっかりね呼吸してくださいね。トントントンです。広範囲よいしょ。はい、次こっちの太ももやっていきます。20秒です。前ももトントントンと広範囲に叩いていきます。痛気持ちいいぐらいですよ。あんま強くやらないでくださいね。ちょっとね前ももがめちゃくちゃ張ってる方に限ってすごいね痛みを感じるかもしれないです。よいしょ、無理なくやってくださいね。よいしょ。はい、そしたらですね、足をですね、クロスさせてください。この体勢慣れない方いると思います。これでも大丈夫です。自分のできる範囲でやってください。あぐらかけない方もね、いると思うのですけど、あぐらかけなくても大丈夫です。自分の限界まで、足を交差させてください。この状態になったらですね、姿勢伸ばしますよ。姿勢を伸ばした状態で、横を向く。ぐーっとの、よく、向く。ぐーっと向く。そうすると、向いてる側のお尻の外側伸びてる感じあると思います。いきますよ。20秒です。ちょっとね前に横だけど前に倒れるようなイメージですね。軽く姿勢を伸ばす。そうするとちょっとね外側伸びてる感じあると思います。どうですか？ちょっとね分かりにくいかもしれないので、ちょっとね分かりにくい方ちょっと自分で微調整してみてください。ちょっとねどっか伸びる感じあると思います。お尻の横ですよ。 OK です。はい、次こっちの足やっていきましょう。ここまでクロスできなくても大丈夫ですからね、心配しないでください。いきます。20秒です。姿勢伸ばして横に向きます。ちょっとね左右差はあると思います。で私の動画で一つだけ約束があるんですけど、できないものは全然できなくても大丈夫ですし、無理はしなくてもいいんですけど、呼吸を止めることだけはやめてください。呼吸を止めてしまうとより辛いです。よいしょ。はい、そしたらですね、次は足伸ばしますよ。伸ばしたら片方の足クロスさせます。クロスさせたらぐーっと、体は、肘を押すようなイメージで、逆側向きます。いいですか？この時ぐっと肘を押します。足を肘でこうですよ。そうすると、またお尻の横伸びてる感じがあると思います。いきますよ。20秒です。ぐーっと肘で膝を押す。お尻、太ももの外側伸びてる感じあると思います。どうですかね、分かりますかね。自分からねちょっと効かせるようなイメージしてください。分からないって方はね多いと思いますけど、ちょっとね微調整してみてください。よいしょ。はい、次こっちの足を変えて膝を肘でグーッと押す。この辺伸ばすようなイメージですよ。いきますよ。20秒です。呼吸吐きながらです。息だけは止めないで。どうしてもねやってる中で苦手な種目1個や2個あったら、1個2個だったら、ね、飛ばしちゃっても大丈夫です。それでもね十分効果あるのでね、苦手なものやりだすと続かないじゃないですか。やらないっていう選択も私はね大事かなって思います。よいしょ。はい、そしたらですね足軽く曲げてください。曲げたらですねこっちの足ちょっと難しいですよ。こっちの足を、つま先持ちます。持ったらグーッと曲げていきましょう。でここまで曲がらない人多いと思います。
全然ここまででも大丈夫です。ぐーっとできる範囲まで曲げてってください。ここまでできなくて当たり前ですからね。いきますよ。3時目です。この時ね、前ももが伸びていれば OK です。伸びてる感じがあれば全然どこでも大丈夫ですよ。でここでも自分のね、前もも伸びてる感じがあれば OK なので、楽な姿勢でやってください。ぐーっとね、自分からこう前ももどうですかね、伸びてる感じありますか。しっかりね、前ももは伸ばしていってください。大体の方は、結構ね、前かがみの姿勢で生きてる方が多いので、前ももめちゃくちゃ張ってるんですよ。よいしょ。はい、次こっちの足です。つま先持ってできる限りぐーっと押さえる。ここまでできなくて大丈夫ですからね。いきます。30秒です。前ももね、硬すぎて全然できないって方はね、前ももかなり凝り固まってると思います。それはね、伸びしろでございます。まだまだね、足が細くなる余地があるということなので、よく考えてください。できないのはポテンシャルの塊ですからね。そもそも皆さんね、やってるだけ偉いですから、本当ね、やった自分を褒めてあげてください。むしろ動画を見てるだけで偉いです。もう少し呼吸吐いてね、しっかり。よいしょ。はい、そしたらですね、片方の足曲げます。片方だけ正座。そしたらですね、自分ができる範囲だけ後ろに倒れていってください。で、この時膝は上がらないように。で、この時反り腰の人ね、腰痛くなっちゃうんですけど、体はちょっと腰は丸めるようなイメージで倒れていってください。で、この時どうですかね、前もも伸びてる感じありますか。前もも伸ばしていきますよ。30秒です。ここまで全然倒れなくても大丈夫ですかね。前ももの伸びさえ感じれれば全然どこでも大丈夫です。これぐらいでも全然大丈夫ですよ。私と同じぐらいできなくて大丈夫ですからね。しっかり呼吸吐いて。今ね、動画見てるだけの方もいますか。もう見てるだけ偉いですよ、本当に。他にもね、楽しい動画たくさんあるじゃないですか。エンタメの動画とか、もうああいうのを見ないでね、ちゃんとストレッチ動画見てるって、私はもうね、意識高いなって思います。よいしょ。はい、そしたら次こっちの足いきます。ぐーっと倒れましょう。膝なるべく浮かないように意識してください。腰はね、丸めてくださいね。腰痛の原因になります。30秒です。前も伸びてる感じありますか。息吐いてね、しっかり呼吸吐いて。前もも伸ばします。ぐーっと伸ばして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 、前ももがね、張ってる方が、足の筋トレとかやってしまうと、前ももばっかり使っちゃって逆に足が太くなる原因になってしまうのでね、しっかり前もものストレッチは、してください。例えばお尻のトレーニングも前ももがばっかり使っちゃう方がいるとね、お尻じゃなくて足に効いちゃって、前ももに効いちゃったりとかするんですよね。以上。はい、そしたらですね、次ね、転がりましょう。そしたらね、足を同じ方向に90度に曲げます。こういう感じで、足、膝の上に向けてぐーっと、上の足で膝を押す。で、こっちの膝もできるだけ床ぐーっと押していきましょう。30秒です。ぐーっとね、床に押してください。どうですかね、太ももの外側伸びてる感じがあれば OK です。しっかり呼吸吐いて。余裕がある方は息吐きながらお腹潰すようなイメージできればね、最高です。まあ、そこまでね、全然気が回らなくても大丈夫ですからね。自分のできる範囲の中でね、頑張ってやっていきましょう。 OK。 はい、次こっちの足です。逆側に90度に曲げていきますよ。ふーっと床に押します。30秒です。余裕がある方、呼吸吐きながらお腹潰していきましょう。前ももね、すごい張ってる方って反り腰の方多いんですよね。前もものね、張りをね、取ると結構反り腰の原因も、反り腰の改善にもなります。呼吸吐いて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 、頑張って。30秒で長いなって思う方は10秒でも20秒でも大丈夫です。YouTube ではね、再生速度を変える機能があるので、ね、その辺も駆使しながら、余裕がない方はやってみてください。はい、次はですね、足立てます。膝曲げて立てます。そしたら肩幅ぐらいに足を開いて、このままお尻のギューの力を使って上に上がっていきます。お尻ギューですよ。お尻ギューの力で上に上がっていきます。それで下げてあげる。ヒップリフトという種目でやっていきますよ。お尻のギューの力でやってくださいね。いきますよ。30秒です。
推しの牛っていうのもよくわかんない方多いんですよ。なかなかね、日常生活で推し使えてない方ね、これがなかなかわかんないんですけど、まあそれもね、伸びしろです。なんかお尻の穴を締めるようなイメージですね。なるべく反動は使わないで、お尻ギュッとちょっと手で触ってみてください。お尻、この時力が入ってれば OK。 お尻の穴を締める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 。でこの時ね、腰反らさないでくださいね。お腹にグーッと力入れてください。腰痛くなる方はね、お腹に力が入ってない証拠です。 OK です。どうですか、ちょっとねしんどかったと思います。次もねちょっとしんどい種目なので、辛い方は一時停止してくださいね。はい、そしたらですね、次はお尻ギューの力で上に上がりますよ。ここもでキープ、お尻はここでキープ、位置をキープしながらこのまま足を広げていきます。そうするとお尻の大臀筋、中臀筋どっちも使えますよ。ちょっときついですよ。いきます、30秒です。これかなりきついので、休み休みやってください。30秒じゃなくてもね、10秒でも20秒でも大丈夫ですよ。これね、どっちも使えますから、かなり。中臀筋ってね、なかなか使えてないんですよね。息止めないでね、しっかり呼吸吐いて吐いて吐いて、頑張って頑張って。しんどいですよね、頑張って頑張って。もうこれね、きついのでできなくて当たり前だと思ってください。私結構ね、お尻、かなり鍛えてましたけど、私でもこの種目、辛いなって思います。よいしょー。お尻ヒリヒリしますよね。そうです、それ素晴らしいです。はい、次はですね、下の足はダランとしていってください。上の足はまっすぐ伸ばして、ふーっと後ろの横を意識しながら上げ下げしていきましょう。この時ね、できる限りゆっくりやってください。お尻の横意識ですよ。で上半身を力抜いてください。むしろちょっとね、猫背ぐらいでも大丈夫です。いきます、30秒です。お尻の横を意識しながら上げていく。ちょっとね、辛い種目続いてます。一時停止とかね、押しながらね、頑張ってやってみましょう。30秒できなくても大丈夫ですからね。よいしょ、頑張って頑張って、息止めないで。お尻の横どうですか、効いてる感じありますか。頑張って頑張って、呼吸吐いてね。よいしょ。はい、そしたらですね、今上に上げましたよね。そしたらですね、次は足を後ろに引いてください。後ろに引いた状態で上に上げる、上に上げる。いきますよ、ちょっときついですよ。いきます、30秒です。スタート。ふう、しんどいですよね。頑張って。そうです、そうです。後ろに下げるだけでなぜこんなにきついかね。きついですよね。皆さん頑張ってくださいね。あんまりでもね、無理はしないでくださいよ。30秒は目安ですから。よいしょ。はい、そしたらね、片方のもう片方の足もやっていきます。ちょっとね、背中を向けますよ。はい、そしたらですね、さっきと同じ種目、まずはね、足まっすぐにして、そこの状態で足上げていきます。お尻の横意識しながらですよ。いきます、30秒です。よいしょ。この時に膝はできるだけまっすぐ伸ばしてください。上半身に力は入れないでくださいね。しっかり呼吸して、息止めないで、頑張って頑張って。しんどいですよね、頑張って。休み休みでも大丈夫ですからね。頑張って、もう少しですよ。2、1、素晴らしい。はい、次ね、足後ろに下げた状態でやる、ちょっときついやつやるんですけどね、辛い方、何度も言ってますけど、一時停止を押してくださいね。いきます、後ろに下げて上に上げていきますよ。いきます、30秒です。よいしょ。しんどいですね。お尻の横どうですか、じわ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 効いてる感じありませんか。中臀筋ってね、お尻の筋肉、大臀筋、大きいここの筋肉より横の筋肉さらに使えてない方多いと思います。だからね、そんな大した運動量じゃなくてもめちゃめちゃきついって方多いと思います。中臀筋、お尻の横を中心的に、鍛える動画も過去にあるので、ね、概要欄に貼っておくので、ぜひね、興味ある方はそちらもやってみてください。 OK。 はい、次はですね、うつ伏せになります。ちょっとね、休憩ストレッチしていきます。お尻をフリ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 30秒していきましょう。皆
やだね。ちょっとね、この間に呼吸整えておいてください。ほんとね、普段コメント欄とか見てても皆さんの意識の高さに、私が見習うところばっかりだなって思うぐらい、かなり、ほんとねやる気をもらっております。私家に帰って動画見ながらストレッチとかほとんどしたことないので、本当にみんな意識高いなって思ってます。以上。はい、そしたらですね、ちょっと四つん這いになりましょう。四つん這いになったらですね、手足肩幅ぐらいに広げます。そうしたらですね、片足伸ばします。伸ばしたらこの状態で上に上げていきましょう。お尻の上の筋肉鍛えていきます。いきます。30秒です。この時ね、腰反らさないように意識してください。お腹に力入れてくださいね。お尻の上意識して頑張って頑張って。よくね、三日坊主とかなかなか続かないって方いるんですけど、でもね、あんまりそういうことは考えず、とりあえずね、今日やった自分褒めてあげてください。本当に偉いです。もう続かないのなんて当たり前です。もちろんね、続けないと、効果っていうのはね、継続して出ないんですけどね、とりあえずね、やった今の自分、それがもう素晴らしい。本当にね、褒めてあげてください自分を。以上。はい、次こっちの足上げていきます。腰反らさないでね、お腹に力入れてくださいよ。3人目です。自分に厳しいのはね、いいことなんですけどね、トレンドにね、自分を褒めてあげる、自己肯定感を高く持つことの方を私は推奨したいなって思いますね。以上。もうね、動画見てるだけでかなり意識高いですからね、皆さん。以上。頑張って頑張って、お尻の上、ね、じりじり痛くなってきましたよね。きつい種目で、これで終わりなので、もう少し頑張りましょう。いやー。素晴らしい。はい、ではですね、最後はキャット&カーというストレッチして終わりになります。体を丸めます。腰背中を丸めます。丸めたら上を向いて反る。腰この辺を丸める、こっちよりこっちを丸めるイメージで反る。いきますよ、最後です。30秒です。息吸って、吐いて、吸って。で、皆さんね、本当にお疲れ様でした。うまくね、できなかったよって方もいると思うんですけど、何度も言ってますけどね、やった自分を褒めてあげてください。うまくできなかったのはね、伸びしろです。で、ちなみにまだまだね、ストレッチね、やりたいないよって方は、他に概要欄におすすめのストレッチ貼っておくので、そちらもぜひやってみてください。ではね、これで終了になります。お疲れ様でした。皆さん本当にお疲れ様です。最初にね、メジャーで分かった方はもう一度計測してみてください。効果あったよとか、一緒に頑張れたよって方はね、ぜひぜひコメントくれたら、皆さんと私のモチベーションになってすごく嬉しいです。今回の動画はこの辺で以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。またねー。